最高だったね、スミちゃん。それではスプラッシュタイム。ワーナーが水をかけてまいります。え、水を？やば、子供たち楽しそう。危なー、ギリギリセーフ。スミちゃんの話聞いてなかったらビチョビチョだった。全然かかってるけど。なんで？話が違う。これ爪はかからないはずじゃん。ワンダーの機嫌。これはさすがに着替えレベルだ。スミちゃん、俺よりいいです。大丈夫？スミちゃん、ダメだ、完全にショートしてる。夏服。これ使って。何も見てない、何も見てない。これごめんなさい。スミちゃん、そうか、スミちゃんからしたらもてなしが失敗。ごめん、だってこんなの初めてで。こんなハプニングも含めてイルカショーじゃん。心配しなくても俺今すっげー楽しいよ。それにさ、スミちゃん可愛いんだから、君が楽しそうにしてくれてるだけで最高のもてなしだよ。売店に T シャツとか売ってるかな、タオルとか。次のプランとかあるの？とりあえず着替えねえと目のやり場に。ごめん、スミちゃん、何か言った？次？ああ、次の予定。そっか、とにかく着替えよっか。この格好じゃどこにも行けねえし。